指揮官なら多少なりとも私の官歴を知っているわね。海賊と行動を共にしたことだってあるけど、一緒にしないでほしい。なんせ一度たりとも認めたことがないから。アドベンチャーギャレーよ。それ以外話すことは特にないわ。まあこの母校に居候させてもらっているし、一応仲良くやっていきましょう。キャプテンじゃなかった、指揮官だったわね。戻ってきたのね。はい、今日のスケジュールよ。あまり他の人に知られないように。ろくなことないから。鎖のこと？かつて騙され裏切られた記憶みたいにつきまとって、人を信用してはいけないと私にささやく。睨んでごめん。ちょっと周りのやつに目を配る癖がついちゃってて。別に指揮官にだけ目を光らせているわけじゃないわ。ここなら私が心配するようなことは起こらないと言い切るじゃない。楽しみになってきたわ。海賊と一緒に動いたことがあるけど、お互いにあったのは信頼ではなく利益関係だけよ。指揮官の率いる艦隊とは全然違うわ。私に何を求める気？お宝よりもこの私に興味があるの？新しい任務よ。信頼のおける仲間たちと一緒にこなそう。任務が完了したよ。戦利品は合法な収入でいいわね。新しいメールは早めにチェックして、それと情報を誰かに漏らさないようにね。やっと戻ってきたか。指揮官、途中でたばかられたりしなかったよね？黄金よりも大切な信頼をあなたが裏切ったのね。私にまつわるお宝は未だに眠らせているわ。まあそれも所詮一時しのぎに過ぎないから、いずれは安心して預けられる場所に変えないと。それはこの母校になるかしら。母校に戻って不当に怒りを下ろすとき、家に帰ったように安心する。指揮官がここで待っているからかも。本当に信頼できるのは自分だけ。
少し前まではずっとそう考えていた。なのに指揮官が私を変えてくれた。信頼できる人がいるってのは本当にいいよね。他の場所のお宝をここに移して母校に私たちの秘密方向を立てようかと考えているわ。大丈夫かって？あなたの目の届く場所にあるもの、心配する必要なんてどこにあるの？委託組が戻ってきたわよ。戦利品の点検にはしっかり気をつけて。財宝を守る火力がまた一段と上がったわ。このアイアンクローで全てを奪い取ってやる。私の宝に手を出す気なんて、この身の程知らずが！どこで間違った？まさか、また裏切られた？野望も黄金も海の底に葬られるのがお似合いよ。首縄をかけさせないわ。おかえり。今日のスケジュールよ。信頼のおける仲間と私も連れてってちょうだい。これから私の秘密財宝を確認しに行くけど、一緒に来てくれる？私が最も信頼している指揮官？視界に指揮官がいないとなんだかそわそわしちゃうわね。あ、別に指揮官が裏で何かやっているのを心配しているんじゃなく、指揮官が大丈夫なのかが気になって。港にここまで長くとどまったのは初めて。多分私、これからもずっとこの母校にいて、ずっとあなたのそばにいると思うわ。あなたが欲しいものは何でもくれてやるわ。欲深いなら私を貪り尽くすがいいわ。もうちょっとこのままでも平気よ。ふう、無事戻ってきたわね。これでやっと安心できる。心配かけたくなかったら、今度は私も一緒に連れて行くことよ。あんなに大事にしてた私の財宝を見回したけど、指揮官と比べたら何の価値もないって感じがするわ。でも、それは別に財宝の価値が失われたわけじゃなく、ただ指揮官を前にしたら、みんな霞んで見えるだけ。さて、私の一番のお宝。どこに隠せばいいやら。委託組が戻ってきたよ。なかなかの収穫ね。
これは私が今まで手に入れた宝の中でも一番よ。お返しとして身も心も私の全身全霊の信頼をあなたにあげる。しっかり受け止めて安全な場所に保管しなさい。